いい、ああ、そのために青木寮にまつわる連中を見つけてほしいとね。必ず何か異変があるはずだと。で、見つかったんだな。ああ、システムのフル稼働にはまだ程遠いが、探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ。 探し物って殺し屋だよ。異人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していた。殺し屋が異人町？なんで？清流会の会長を殺した犯人は沢城。そしてその命令は青木亮が下していた。その沢城が警察に逮捕されたとあっちゃ、 青木にとって生きているだけで目障りな存在だ。いくら警察に黙秘を続けているとしてもな。沢城の頭が目障り？だから、その殺しを使って殺そうってのか？青木亮ならそれをやりかねない。俺の情報源になっている連中は、そう言っていた。 あなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか、昭和を牛耳っていたあの。殺し屋探すついでに、どうせ俺のことも調べたんだろ。まあな、さすがは伝説の竜と呼ばれる。余計な話は後だ。だが、さすが情報通のコミジュルだな。よく探してくれた。まあな、野暮な話をしてしまったから。 じゃあ本題に入ろう。ここどこだ？スナック街の裏手、ここからだと川向こうだ。5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた。蝶は知っているはずだ。うん？俺も知ってる。オウミの下っ端たちだ。 ただし真ん中にいる男は彼らの客らしい。トランクを下げたスーツのやつだ。カメラ切り替えろ。おお、やっぱりわかるよな。ああ、知ってる顔だわ。ミラーフェイスね。<笑>ミラーフェイス？え、何？有名人？ああ、 有名な殺し屋さん。え、こいつは殺しの後、現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ。大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ。変装も得意で、どんなとこにも目立たずに溶け込める。まさにプロ中のプロだね。そんなのを青木亮が雇ったのか。沢城を狙って。でもどうやって？ ああ、沢城は今留置所だ。それを仕留めるには警官にでもなりすまして潜り込むしかない。そんな変装、奴なら朝飯前だね。楽勝じゃない。若はまだ知らねえんだ。沢城の頭が自分の本当の父親だってこと教えねえと。教えたところで どうなんだろうな。何？どういうことだ？仮に知っていたとしても、青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。今までの行動を見ているとそんな気がするね。沢城の頭を消す、それが若の次の一手。本当に間違いねえのか？よく考えろと言ったはずだ。 この状況すべて踏まえて、俺がやはり間違いだったと言や、お前は見過ごすのか？俺は、お前がそんな男じゃねえと思ってるがな。分かった。で、あんた、もうちょい手伝ってくれんのか？あんたがいりゃ、めちゃ心強いんだけど。 それはできねえ。
春日、俺に許されてんのはここまでだ。これ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている。釘を刺されてる？誰から？フィクサーの残党たちさ。フィクサー？それって誰だよ？全て教えてやったらどうだ。春日、人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてる。わかるよな？はあ。俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だ。つまり俺は本来この世にいねえはずの人間なんだ。だから俺が手出しをすることも、俺の素性を明かすことも、やっちまったら無とは言えなくなる。どういうことだよ。お前、俺と拳を交えて何を感じた？そりゃ、そのマジで強えって本物だと思ったよ。ありがとうよ。俺もお前という人間がよく分かった。今はまだまだだが、いずれは本物になれる男だと思ったぜ。あの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ。互いに信じられるかどうか、それを伝え合うためのもんだ。俺を信じろ。そしてお前が信じた仲間をずっと信じて前に進め。それがお前が本物になるための道だ。じゃあな、頼んだぜ。ソンヒ、なんかあの人のこと知ってる風だったよね。フィクサーの残党がどうのとかって。あの男が言ってた通りさ、死んだはずの生きているわけがない人間だよ。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。ええ、それでいいと思う。物分かりいいね。らしくないって気もするけど。そうか。でもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよ。さすがだね、あの男。総帥、例の場所に動きが。は？今現在の映像です。ミラーフェイスのいるビルにタクシーが。こいつって石尾田だ。沢城の頭はこいつが親父さんを殺したって。こりゃ確定だろ。青木亮がこいつらを動かし、その標的はやっぱり沢城の可能性が高い。もし警察…そう絶対にやらせやしねえ。ソンヒはこのままモニターで見張っててくれ。俺らはこれから石尾田のとこに行く。偉人町から反撃開始といこうや。少し休むのはどうでしょう。Oi.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。何か。何か。やりましたね。お疲れ様でした。私の番ですね。どうしたってみろ。来いよ。俺の番だな。ほら来いよ。痛い目に合わせますよ。ほらほら。やめんな。とっておきだ。こいつが無理だ。どうしたら。俺の番。どうするかね。こっち見ろよ。終わりだ。ほら。ありがとう思ってるわ。さて。私の番です。俺の番か。行くぞ。さて、俺の番です。俺の番だな。やんのか。とっておきだ。強くなった気がするぜ。
切り刻む感覚が上がってこいよ。さて、ビカしててこの辺は夜でも明るいな。この道だけで電気代やばそうだな。そういえば関東と関西では電気の種類が違うのをご存知ですか？どうした急に。電気の種類？ええ、関東では 50Hz という周波数の電気を使ってますが、関西では 60Hz を使用してるんです。電化製品によってはそのまま使えないものもあるんですよ。へえ、よく知ってんな。お前まさか蒼天堀からも東電する気じゃ。するはずないでしょう。さすがにやらないと思うぜ。横浜と周波数が違うんだからな。そういう問題ではないです。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとうね。
ってあげましょう。さて、なめんなよ。なめんなよ。本気でやっていないでください。俺の番。2回目に合わせますよ。ほら来い。うわっ、やんな。よし、いざ。ザコがかかってきなさい。とっておきだ。シャットパワーだ。どうするかね。さあさあ、おいでな。あっち来い。なめんなよ。痛い目に遭わせる。暗い。ここだ。これじゃ勝てると思ってる。私が相手だ。かかってこっか。やっちゃいますよ。私の番です。ザコが舐めんなよ。セーラー、こいつでどうだ。そんなこんないから。さーて、舐めんな。俺の番だな。どうした、見せてやるよ。ほら来いよ。俺の番か。してるぞ。当たりませんよ。かかってきない。マジ？してみるね。本気でやってる。私が。クラクラするだけで。さあ。俺の番ね。クラクラするぜ。勝てると思ってる。私の番でなさい。どうするかね。熱い。行くぞ。痛い目に合わせ。さて。問題なしだ。俺の番か。強くなった気がするぜ。また強くなっちまった。私の番です。本気だぜ。なめんなよ。遊んでたのに。くれ。くれ。よし、いざ。かかってきなさい。ザコが。とっておきだ。まあ、ビビってる。俺、私がいい。俺の番。してみる。ああ、どうするかね。痛い目に合わせますよ。行くぞ。そりゃ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 こいよ。
私の番です。いいね。まあ、俺の番か。はい。行くぜ。かかってきなさい。さあ、違う。やめんな。よし、行くぞ。取っておきだ。俺の番だ。ほら来いよ。どうするかね。だけれど遊んでくんないか。ほら私の番ですね。なんだなべ、うん、俺の番だな。来いよ。待ちかますぜ。おっしゃ、行こう。よっしゃ！来なよ。
るな。なめんなよ。まずい。俺の番だな。私の番ですね。敵です。強くなった気がするぜ。成長できるとはな。さらに強くなれましたね。一つ上の男。
な。よっしゃ、いいじゃんな。また強くなっちまったか。私の番です。なめんなよ。勝てると思ってるよ。くれくれ。さあ、気がする。さて。せえ。いやいや、いや、いや。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。開いたぜ。
何か。頑張ってください。うん、おっと、おっと。なあ、やってみろ。
私が相手で。すごいね。どうしたんや。死ねえ。よろしくないな。さて、ザコが。また本気でやって。うわ。立て直さねえと。とっておきだ。気が石尾だ。春日、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に。おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの…なんだと、なんて戦だ。あ、おい、てめえ。なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり…は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに。警察になりすます作戦でしょ。なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって、足立さんに化け抜きだったのかよ。ふざけやがって。
いや、そっちこそふざけんな。どっちが、どっち？こんな、なー、マジかよ。力比べでも互角。さすが噂のミラーフェイスや。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい？132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあその第1条は何だって？知るかバカ野郎、何も覚えてるわけねえだろ。じゃあこちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オーケー、よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事をしやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。なクソ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。もういい加減終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。おお、しつこいな。石尾だ。おやす。おいお、ああ、どれ、私の番ですね。してみろ。やめんな。回復ですね。いいね。やってみろ。もしかして。ほら来いよ。さて。痛い目に合わせますよ。やんのか、邪魔すぜ。本気でやってんの。なんて変わるか。どうするかね。セーブ。いっか。なんて変わるか。あ、そうってくんないか。やってみろ。
私の番です。してみろ。ザクロス。さて。やめんな。誰を呼ぶか。痛い目に合わせますよ。やめんなよ。違う。なんてやるか。どうするか。かかってきなさい。お構いませんよ。こういうもんか。さて、やめんな。きねえ、また本気でやってやる。これを。ありがとう。意外に合わせますよ。俺の番。遊んでやる。やってみろ。俺の番だな。誰がいいか。私が相手です。誰を呼ぶか。してみろ。なんてやるか。ちっか。何度でも。やがってやるぜ。私の番です。やってみろ。なめんなよ。きねえ、また本気でやってん。かかってきなさい。俺の番か。ほら来いよ。俺の番。まだまだですよ。俺の番だな。勝てると思ってる。さあ、私が相手です。なんて治るか。どうするかね。きねえ、また本気でやってん。やめんなよ。ザコ。してみろ。くれ。さて。やってみろ。やってみろ。さて、俺の番か。遊んでくんないか。私の番です。ザコ。ダメだよ。なんて言われるか。俺の番か。いや、ね、俺の番ね。やつやろ。もう一度。よし、行くぞ。勝てると思ったら、また本気でやってん。かかってきなさい。なめんな。ほら来いよ。ザコだ。やっ返しや。どうするかね。ふん。俺、なめんな。早いだよ。私の番です。なんてこれか。
よ。私の番ですね。やってみろ。なめんな。してみろ。まだまだ。やってください。誰を呼ぶか。ザコが。勝てると思ってる。やめんな。痛い目に合わせますよ。やってみろ。とっておきだ。やんないのに。まった本気でやった。ナイフだ。ほら来いよ。遊んでくんないか。やってみろ。さて全力でこれ以上は、ね、まあ、もしかしてでやってんやめるな、ほら来いよ。もう一度よし、いざ見せてやるよ。やってみろ。ふん、まあ、そんなことないか。これでどうするかね。してみろ。やってみろ。こいつをかい。さて全力で。俺の番だな。ザコだ。ダメんな。まだ俺の番か。やめ、私の番だ。ザコだ。やめんな。これ以上はよし、行くぞ。私の相手だ。やめんな。回復だ。やってみろ。俺の番。なめんなよ。死ねえ。どうするかね。してみろ。回復だ。痛い目に合わせますよ。俺の番だな。まった本気でやって。まだまだですよ。やるか。遊んでくん。さて誰がやるぜ。
な。さて、もう一回行こうか。行くぞ。見せてやるよ。いいね。私の番だ。これをどうぞ。ありがとよ。どうするかね。行くぞ。一歩。やってみろ。俺の番。出ると思ってる。まった本気でやってん。誰がいいか。ふん。やんのか。どうやんないか。してみろ。さて。これを。三十。また次相手で。せいや。また強くなっちゃって。テンション上がりますね。一つ上の男。またいい女になる。終わりだぜ、石尾だ。サバシロの頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見物だよ。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。おやっさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんを。全部青木亮の命令だろ。ちいと違うな。どう違う。確かにわしゃ青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かってやけど、その直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ん、ちょ待て、誰かおる。あいつは。よ、やりましたな、大公。この間の蒼天堀であんたの真意が極道の解体やと分かったとき、わしは震えましたわ。登場会の裏切り者としてのおめえもその目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や渡瀬の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まあ、あの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。
豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします？なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したんか。それがご指示言うんでしたらやりますえ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。どないした。それが踊れろ。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい。二手三手先まで手に取るように見えてば。そんなんでようここまで生き残るともんや。天道。石尾だ。もう近江も東条家もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかもしれん。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。天道。じゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる。やっぱりしくじりよったか。石尾田は仕事が雑やさがいな。まあ見張っといて正解やったな。どうしますか。ほな、もうポチッといったれ。了解しました。